トンデン兵。トンデン兵は、明治時代に、北海道の警備と開拓に当たった兵士と、その部隊である。1874年、明治7年に制度が設けられ、翌年から実施、1904年、明治37年に廃止された。トンデン制を北海道に実施するという考えは、明治初年から様々な方面に生まれていた。そのおそらく最初のものは、 徳川家の維新を移して、北方警備と開墾に従事させようとする榎本武明の考えで、彼はこの計画を掲げて、新政府と函館戦争を戦った。政府内の提案としては、明治3年11月、1870年12月から1871年1月に開拓使が行ったものが初めである。ついで、 西郷隆盛が1871年、明治4年から1873年、明治6年にかけて士族による北警備と開拓を主張した。西郷は計画の実現を見ることなく下やしたが、彼の影響で開拓時間の黒田清隆が1873年11月に大乗官に屯田デ製を建議した。カラフトと北海道の警備の必要と、そのための費用を憂え。 今略とんのせいに習い、民を移して、これにあて、かつたがやしかつ守るときは、開拓の豪風、強しの守りりながら、そのみを縁というものであった。黒田が考えたのも、氏族の活用であったが、彼の場合、旧正さ藩と東北諸藩の貧窮氏族を、想定していた。大上官は、黒田の提案に賛成し、1874年、明治7年に、 屯田兵令則を定めた。1875年、明治8年5月、札幌郊外のことに平村への入地で、屯田が開始された。初期の屯田兵募集は、身分上募集が制限されていた。身分や、年齢の制限を満たすための弁法として、養子縁組を行うものがあり、屯田養子といった。実のところ募集当局に兵民を拒む意思は、なかったので、 ここから問題が起きることはなかった。後に原則が取り払われると、新兵の身分比はほぼ人口中の身分比に等しくなった。よって前期と後期でトンデン兵の時代区分をすることがある。トンデンははじめ札幌近くの石狩地方に展開し、次第に内陸や道東部などに範囲を広げた。トンデン兵は二百横個の中隊を一つの単位として兵装を作った。 中隊はいくつか集まって、大隊を編成したが、大隊レベルの編成は、しばしば変わった。はじめ、トンデン兵は開拓市のトンデン事務局、後に、トンデン事務係の下に置かれた。1882年、明治15年、開拓使が廃止されることになると、陸軍省に移管された。陸軍省の下で、トンデン兵の所管組織は、トンデン兵本部、トンデン兵司令部と改称し、 一般の部隊の編成に近づいた。トンデン兵本部長、トンデン兵司令、そして後に設置される第七師団長は、長山武四郎が務めた。長兵制だった、当時の日本において、トンデン兵は、長期勤務の士官兵制という点でも特殊であった。法制上は、兵卒から士官への昇進の規定はなかったが、実際には昇進者もあり、後期トンデンの幹部となった。 トンデン兵は1877年、明治10年に西南戦争に参加して戦闘を重ねた。この時、増援のためにトンデン予備兵が編成されたが、訓練中に戦争が終結に向かったため、こちらは実戦を経験しなかった。戦後、トンデン予備兵は普段は制御につき、戦時と年一度の演習時にのみ召集される兵士としてそのまま上地された。 西南戦争終結後の12月に、トンデン兵予備兵条例が定めされた。予備兵は1881年、明治14年に廃止された。開拓史の廃止後、大上官大書記官の金子健太郎は、伊藤博文の指示で、北海道の実情調査を実施した。その報告である、北海道三県巡視副名所の中で、金子は、トンデン兵の拡大を提案した。 山形有友や井上薫も北海道を視察して、トンデン兵を重視すべきとの印象を得た。長山武史郎本部長はロシアでコサック兵の制度を調べ、これを参考にしてトンデン兵拡大の具体策を立てた。帰国した長山が1888年、明治21年6月15日にトンデン兵本部長を兼ねつつ、北海道庁長官に就任すると、 本殿兵の改革、増設計画が急速に進んだ。1889年、明治22年2月に、1893年、明治26年までに20個中隊を増設する計画が発表された。何度かの法令改正で、兵員の将来と権利を保障する制度が導入された。募集方法が変えられ、もはや士族出身者を積極採用することはなくなった。 トンデン兵に与えられる土地は従来の1.5倍となり、他に共同利用の公有地が用意された。期間は現役3年、予備役4年、交尾役13年の計20年、満40歳までに限られた。兵村には兵員から選挙で選ばれる兵村会が設けられた。後期トンデンでは前期と異なり、上川、空地へ重点が移された。 一部札幌も含まれる過去の経験の蓄積、良好な土地選定、農民出身者が多かったことなど、好条件が重なり、後期と田の経営は好成績を収めた。後期と田の実施時には、すでに北海道の開拓が相当に進展しており、大規模な入植に適した土地が少なくなっていた。またこの頃、 北海道の人口は徴兵制で兵士を集めることが可能な水準に達しつあり、第七師団創設につながった。新たな入職は1899年、明治32年の上川、県淵、市別で終わり、彼らが交尾役に入った1904年、明治37年に、トンデン兵制度が廃止された。トンデン兵は家族を連れて入地し、入地前に、 あらかじめ用意された家、平野と二階拓の土地とを割り当てられた。平野は一戸建てで、村ごとに定まった規格で作られた。板壁の正木屋根、薄く割った板で拭いた屋根の木造建築で、広さは、畳敷きの部屋が二部屋、路を据えた、板の間、土間、便所からなり、流し前は板の間あるいは土間に置かれた。決して贅沢な間取りではないが、 当時の一般庶民の住宅よりは良かったという。もっとも高温多湿の気候に向いた高い床式の日本、建築ゆえ、陶器には寒さで非常な苦痛を強いられた。さらに、1901年、明治34年頃の深川村、現在の深川市の平野では、7、8月に、室内で50から60匹の浜らか、マラリア原虫を媒介するかを容易に捕獲できた。つまり、 夜間、多数の浜だらかが侵入するような平野であった。平村は形式においては、一般の村と並ぶものではないが、集団で入って一つの規律に服したので、実際には、村の中の独立した村として機能した。平村には、終盤書、1886年、明治18年に、中大本部と改装、連兵場、射的場が付属した。平村は他に、 広大な共有地も持っていた。トンデン兵の生活規則は厳しかった。気象と就業の時間が定められ、村を遠く離れる際には上官への申告を要した。軍事訓練と農事の他に、道路や水路などの開発工事、街路や特定建物の警備、災害救援に携わった。また、国内外の様々な作物を育てる試験農場の役目も兼ねた。 平時は、徒歩憲兵に編成されるものと規定されていた、トンデン兵令則。トンデン兵は、西南戦争、日清戦争、日露戦争に参加した。トンデン兵は、全力が西南戦争に動員され、人吉方面への追撃戦に参加した。増援のために、トンデン予備兵が編成されたが、こちらは、東京で訓練中に、抽選の見込みとなり、解散した。 西南戦争が勃発した1877年、明治10年2月、屯田事務局は黒田開拓長官の命令で、屯田兵将隊を、函館港に派遣した。第一中隊の安田安中尉が30名の部下と、共に出動し、約1ヶ月間船舶を監視する任務に就いた。反乱の拡大がないと見極めがついた3月下旬に、引き上げた。4月10日、 黒田長官は、トンデン兵第一大隊、つまりは、トンデン兵全部隊に出征を命じた。トンデン兵は、小樽港から出港し、熊本県の百貫につき、小島町に宿営した。二十七日に、別道、第二旅団に所属することが決まり、陳代兵一中隊と狙撃兵若干が配属された。以後、トンデン兵は、八代から人吉への進撃に加わって、交戦を重ねた。 トンデン兵の下士兵卒には、東北諸藩の士族出身が多かったので、母親戦争の敵だった鹿児島県士族を相手とする、この戦争に奮い立った。しかし、将校の地位を占めた鹿児島県出身者には、戦意が乏しく、8月2日の一つ川の戦いを、感染した、ある官軍将校は、トンデン部隊で、戦争しているのは、下士兵卒で将校ではないと評したという。 戦争の終わりが見えると、8月16日に、帰郷命令を受けた。戦争中、トンデン兵は、戦士7人、戦病士20人、負傷20人の損害を出した。トンデン兵は、都の城、神戸、東京を経由して9月30日に、札幌に戻った。途中、9月3日に、トンデン予備兵と共に、明治天皇の関越を受け、慰労の言葉を賜った。 戦後の論功交渉は、避難の的だった鹿児島出身将校に厚く、優先した多半出身者に薄かったため、一人の将校が抗議の切腹をした。日清戦争では、開戦当初、トンデン兵は、後備兵と共に初め国内に残留した。八百九十五年、明治二十八年三月四日、トンデン兵を中心とした臨時第七師団の編成が命じられると、 全兵力が出動した。小樽に集結後4月に、帰戦で、青森に渡り、そこから鉄道で、東京に移動。22日に住院を完了して30日に第1、軍に編入された。しかし、講和交渉が始まったため戦地に赴くことなく、5月15日に、復員命令を受けた。6月に、北海道に帰り、6月22日に、臨時第7師団は解散した。 1904年、明治37年2月に、日露戦争が始まった時、トンデン兵はすべて現役を退き、交尾兵になる間際であった。旭川日本部を置大なな師団は、ロシアの出方を伺う意味もあって、当座は、動員をかけなかった。8月4日に動員が命令され、住院のためトンデン兵も招集された。8月17日に、 野戦第七師団は完了し、大阪直都市中将が師団長となった。第七師団は他の師団と異なり、各連隊に約一個小隊の乗馬不評を配属し、伝令などに当たらせる編成を取った。この乗馬不評は、屯田兵から選ばれた。北海道には10月26日に留守第七師団が置かれ、訓練と補充に当たった。10月21日から輸送が開始され、 11月に大連に集結、野木マレスの指揮する第三軍に属した。そのまま旅巡行為戦に参加し、攻略の一翼を担って莫大な損害を出した。旅巡陥落後は法天会戦に参加した。講和交渉開始の翌年、1906年、明治39年3月に日本に帰着した。第七師団全体の損害は死者3142人。 負傷8222人に及んだトンデン兵だけの損害ではない。2004年10月22日にトンデン兵村と平野として北海道遺産に選定されている。明治期に滝川に入植したトンデ兵に関する記録が中台本部によって作成されていたものの、ほとんどは抽選時に処分されており、唯一兵村小学校、 後の滝川市立滝川第二小学校に移されたもが滝川とんで平文書として2016年に道の有形文化財に指定されている。札幌市北区にとんの地名が現存する。その他、北海道の各地にはとんの名を冠した地名が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。